私のモーニングルーティーンを紹介しようかな。まずは朝の目覚めから。朝6時、太陽が昇ってすぐに目を覚ますよ。ブラックチャンネル。じー。起きたらまずカーテンを開けるの。目も覚めるし、生活リズムも整うから。伸びをしてじっくり日の光を浴びたら、次は顔を洗って歯を磨いて、この頃にはすっきりと目が覚めてるかな。そうしたら次は朝ごはん。朝はウインナーとハムとベーコンと、じゃなくて野菜をミックスした特製スムージー。これを飲んで、うわ、まず、なんでもない。え、朝ごはんこれだけ？いやー、これでお腹いっぱいだ。朝ごはんを食べたら、次は筋トレとランニング…じゃなかった。まずはおしゃれのための寝癖直しから。ヘアアイロンを使って前髪を…あれ？これスイッチどこ？あつー！カット！ちゃんとしてよ、あかねちゃん。ルーティーンの裏側。スムーズにやらないと嘘のルーティーンだってバレちゃうよ。だってこんなの使ったことないし。いつもはどうしてるの？寝癖なんてランニングしてるうちに勝手に治るから。それはある意味髪に優しいのかもしれないけど。ガガガ、これがモーニングルーティーンの裏側ですか。うわ、ブラック、どうしてここに？サトシ君があかねさんの家に遊びに行くと聞いていたので来てみたんですが、鬼やばな場面に遭遇してしまいましたね。頼む、このことは内緒にして。いいですけど、一体何の撮影をしてるんですか？モーニングルーティンだよ。姫にこれを撮ってみたら人気が出るんじゃないかって勧められたんだ。だからこうして撮ってあげてるんだけど、全然うまく撮れなくてさ。やっぱり私におしゃれなモーニングルーティンなんて無理だったんだ。ガガガ、そうは思いませんけどね。どういうこと？それはカメラちゃんが教えてくれます。カメラちゃん、昨日の朝撮影した動画を見せてあげてください。じーじじー。あかねの朝。さて、朝の公園にやってきましたが、おや、あれは。今日は軽めのトレーニングにしよう。うわー、軽い運動をしたら体が求めているうちにプロテインを2リットル。ガガガ、これは魔界の格闘系 YouTuber としてお手本になる訓練ですね。なんだお前ら。お前がアカネだな。お前を倒して俺たちが最強の格闘系 YouTuber になるのだ。はっ、面白い。いいぞ、全員でかかってこい。どりゃー。昨日はこんな感じで朝から襲いかかってきた相手をボコボコにしてましたね。それ撮ってたのか？そんな普段の朝の姿恥ずかしい。普段こんなことしてるの？むしろこっちを撮るべきだよ。そんな普通のモーニングルーティン見せても誰も喜ばないだろ。いえいえ、そうでもありませんよ。実は今の動画こっそり配信してたんですが。私に許可取れよ。あ、でもたくさんコメント来てるよ。すごい、かっけえ、弟子にしてほしい。だってさ、すごい好評だね。本当か？なんでもない朝なのに。十分なんでもあったよ。視聴者は作られていない、真実を見に来ているんですよ。特にあかねさんの真実の姿は見ているだけで面白いですからね。普通に撮るだけでもきっと人気が出ます。そうなのか、わかった。じゃあ次はいつも通りの朝を撮影してみるよ。ありがとな、二人とも。ガガガ、嘘ルーティンの裏側は実は嘘よりもすごかったみたいですね。真実の姿は。あ、あかねちゃんがなんか撮ってる。おや、今度は本当のモーニングルーティンを撮影しているようですね。少し覗いてみましょうか。いや、今日は私の朝の習慣を公開したいと思います。なんか様子が変じゃない？
いつもはもっとすごい大きい岩を持ち上げたりしてるんだけど、今日はたまたまなくて。あとは置いてあるタイヤを蹴ってみたり。おかしいな、いつもはこの辺で魔物に絡まれたりするんだけど、どうしよう。めちゃくちゃ緊張してる。鉄棒とか見せようか。逆上がりとか私めっちゃできるから。なんか嘘のモーニングルーティンの時よりもずっと不自然だ。だかか、そもそも茜さんにはありのままを撮影する動画は向かなかったみたいですね。じいじじい、これからどうすればいいんだ。誰か助けてくれ。新しい1年の始まりにこんなアイテムはいかがですか。その名もお正月ボイスです。新年の特別な時間を俺ちゃんと楽しく過ごすボイスがプロットストアとブースで購入できちゃいますよ。詳細は概要欄にあります。発売は期間限定ですのでお見逃しなく。素敵なお正月をいつも動画を見てくれているあなたと一緒に過ごしてみたいので、ぜひチェックしてみてくださいね。動画を気に入っていただけたらチャンネル登録・高評価よろしくです。次の鬼矢花テーマは君かもしれませんよ。